はい、こんにちは。ルート N に最も近い整数を AN とすると。最も近い整数なんで、ガウス記号とは違います。ガウス記号は小数点以下をパサッと切っちゃうものですけども、これはまあ、四捨五入。まあ、四捨五入しても、ぴったり点5はどうするんだって。でも、これぴったり点5になる心配はないんで、ルート自然数が何点5ってことはないんで、その辺はあんまり深く考えなくてよくて、まあ、ですからこの例に出した通り、A3 っていうのは、ルート3っていうのが、まあ、人並み2だから、まあ、1点何とかですけど、2の方に近いんで、A3 は2ですよ、と。そういう話ですよね。で、その、AN 分の1っていうものを、A1 分の1から A2023 分の1まで全部足したらどうなるかと。ですから、A1 分の1足す、A2 分の1足す、A3 分の1足す、A4 分の1足すとずっと来て A2023 分の1まで足したらどうなるかっていうことで、で A1 ってのは1ルート1、ルート1は1では1は1で、ルート2っていうのはルート2は人よ人よだから 1.5 よりちっちゃいんで1に近いからまだ分母は1と。で A3 は今言ったように2分の1で、ルート4はもちろん2だから2分の1で、ルート5も富士山6なんで、まだ2に近いから2分の1。で、ルート6っていうのは、2.5 を2乗すると 6.25 だから、2.5 よりもちっちゃいですね。なんで、まだ2分の1で、7になると3分の1になると。いう感じの足し算をしていく。ってことは、まあ、要するに分母が同じグループが一体何個ずつあるのというのを考えればいいと。いう話で、で、じゃあ、AN っていうものを、まあ、なんか整数になると、整数と。そしたら、ルート N っていうのは、K よりちっちゃくてもいいわけ、K よりでかくてもいいわけですね。1点、この A3 だったら、2ですけども、それは1点なんとかが繰り上がって2。なんで、ルート N は、K よりもでかいし、K よりもちっちゃい。じゃあ、どれの範囲かっていうと、引く2分の1。点5よりもでかくて、点5よりもちっちゃければ、こうなるよと。じゃあ、これ、まあ、ルートがあると忌々しいんで、両辺2乗すれば、K に、まあ、もちろんプラスの数だから、不等式。2乗しても大丈夫ですと。マイナス K、プラス4分の1、N、K2 乗プラス K プラス4分の1で、まあ、この例えば A3 は2ですけども、K に2を代入すると、4引く2、2.25 よりも N がでかくて、4足す2、6.25 よりもちっちゃいと、K は2ですよと。まあ、ですから、ルート2よりでかいだから、ルート3から、ルート6までは分母が2ですよ。そういう話ですよね。じゃあ一体分母が、まあ2の場合は4個ですけども、2の場合の4個ってのは3から6までの4個。じゃあ、これ K は整数なんで、要するに、これ点25からこれ点25未満の数。なんで、まあ要するに、K2 乗マイナス K 足す1から K2 乗プラス K までですよね。個数は。で、個数出すときってのは、例えば3から6の4個っていうのは、1から2がありませんよだから、6-2ですよね。だから6からこれよりも1少ない数。この数を引き算しなきゃいけないんで、K2 乗プラス K 引く、K2 乗引く K ですよね。これよりも1少ない。これを引き算する。そうすると、K2 乗が消えて、2K 個と。まあ、実際2の時に4個と。ってことは、3分の1は6個あるよと。で、K 分の1が、2K 個あるよと。ってことは、1種類の分母につき、もう単純、必ず2ですと。2です。2ですと。もうそういう話ですと。じゃあ、あとは、この2023が、
いくつなの？ルート2023ですけども、再来年が珍しい平方数年ですね。これはまあ、再来年多分いろいろ入試に出るだろう。45の2乗は2020なんで、再来年平方数年。平方数年は前回は44の2乗なんで、89年前ですよね。あと3席。89×1。44の2乗が89年前なんで、90引いて1足せばいいから、1935かな。もう戦前ですね、平方数年。久しぶりの平方数年と。で、そうそう、なんで、A2023 っていうのは、まあ45ですね。44.5 よりもでかいだろうから。で、45分の1は、全部揃ってないですね。これだと。で、44分の1は、まあ全部揃ってますね。で、じゃあ44分の1って一体いくつなのかっていうと、45、この式代、K イコール45、K イコール45を代入すると、2025-45、ぴったりが、1980までが44ですね。1980は44、ここまで。1981からは45ですね。ってことは、45分の1は何セットあるかというと、A1981 から A2023 までなんで、さっき言ったように、1980を引けばいいですね。1980を引けばいいんで、43個。ということは、1セットの和が2で、今、最後、全部揃ってるのは44分のまでだから、1個につき2だから88。足す45分の1が43セット。なんで、対分数で答えたら怒られちゃうかな。対分数で良ければこれ。対分数で起こるんだったら、まあ、しょうがない。過分数にするならば、44×90。足す3。いくつ？ 3、全、9、9。90、90。足す360。足す43。43。4004。45分の4003。となります。じゃあ以上です。ありがとうございました。